今日はちょっと紹介したいものがあるので、今から紹介したいと思います。充電器です。開けます。中はこんな感じになってます。こういう形で、後ろにはなんだろう、これ何かな、わかんない。なんだこれ。なんか滑らないやつがついてます。なんか4ここに穴が開いてます。こっちにも。2つは他の2つよりも電流が強いということで、このアイスマートって書いてある方は、接続した機器の何かをこう照合して配合して調節して電流を流すっていう風に聞いてたから、だから、あ、一人でブツブツ喋って気持ち悪いですよね、ごめんなさい。あ、そうだった。他のものは、あ、他にはコードと説明書が入ってました。説明書全部英語で書いてある。辞典どこにあったっけな。これは、ごめんなさい。私これちょっと今から解読していきたいので、もう行きますね。あ、だから充電器の紹介はこれでおしまいです。ありがとうございました。今度までにはもうちょっとおしゃべりできるように練習してくるので、だからまた見てくださいね。どうだったかな？よかったら他の女の子たちの動画も見てあげてね。それから面白いなって思ったらチャンネル登録もよろしく。それじゃ次回の動画もお楽しみにね。またねー。